背番号10番ミッドフィルダーの藪内健人です。26歳です。今年で何年目ですか？今年で3年目になります。チームメイトからは何て呼ばれていますか？チームメイトからは藪って呼ばれています。チームメイトで仲いい選手は？直哉、吉田直哉だね、はい、グルージャーの時に一緒に入って一緒にやってたんで、まあその時も仲良くて、でそこからなんで、まあ付き合いちょっと長いんで仲いいですね。じゃあ年末年始は何して過ごされてましたか？年末年始は大阪に帰らずに大分で何してた？特に何もしてないですね。ゴロゴロしてました。私大分でやりたいこと、今年大分でやりたいことは、去年の11月に子供が生まれたので、ちょっと大きくなって外出れるようになったら公園とかいろいろ行ってみたいですね。子供は可愛いですか？可愛いです。自分の性格を一言でお願いします。性格はマイペースです。こだわりはありますか？私生活ではあんまり靴下は履きたくないので履いてないです。理由は足痩せがやばいから。だから靴下履いて靴履いたりとかもあんまりしないですね。普段サンダルで動き回ってます。入れ替わるならどの選手と入れ替わりたいですか？入れ替わるなら隼人ですね。あんだけ90分間走り回っても疲れへんっていうか、走り回ってみたいです。自分のアピールポイントをお願いします。アピールポイントは、トラップとかドリブルとか足元の技術です、はい、最後に今シーズンの意気込みとファンサポーターへメッセージを。昨シーズンは3位っていう結果で終わってしまいましたけど、今シーズンこそは優勝して笑って壊れるように頑張りますので、昨シーズン同様は応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ウェルスパー大分ゴールキーパー1番30歳姫野です。今年で何年目ですか？10年目です。チームで一番何年ですか？チームで選手の中ではもうフル株になりました。チームメイトからは何て呼ばれていますか？姫さんって呼ばれています。仲いい選手は何ですか？仲いい選手は中村誠です。年末年始は何して存在しますか？年末年始は今年はいっぱいゴルフしました。めちゃくちゃ多いんですか？全然です。もう限界を感じてます。もっと練習したいと思います。大分でやりたいことを教えてください。そうですね、まあ、大分県大分市出身なので温泉がいいところなんで、皆さんにぜひ行ってもらいたいなと思ってます。自分の性格を一言でお願いします。陽気。こだわりあったりですか？自分はこだわりがないことがこだわりで、特にないので、そこがこだわりです。チーム内で入れ替わるなら、どの選手を入れ替えたいですか？チーム内で、まあ、去年から一緒にやってるゴールキーパーの渡辺選手になってみたいです。それは何ですか？まあ、自分にないものをやっぱ結構持ってるので、そこが、まあ、羨ましくもある。ちょっとこうなってみたいと思います。自分のアピールポイントお願いします。気持ちのこもったプレーと、ビルドアップ、あとは、まあ、前線への局面を変えるフィードが持ち味なので、そこに注目してほしいです。じゃあ最後に今シーズンの意気込みとファンサポーターへ、はい、メッセージを。今シーズンも王の奪還を目指して1年間頑張って戦いたいと思いますので、
まあ、難しい状況ではありますが、たくさんの方に試合を見に来ていただきたいので今シーズンも応援よろしくお願いします。